はあーやっぱりもう1学期ダメだったわー全然集中できなかったし通知を最悪だわ見てこれ私の成績マジめっちゃヤバいっしょ <laughs> だよねーウケるあの萩教師私のこと絶対嫌ってるとしか思えないっしょあごめんここの席オタクくんのだよね っていうかオタクくんもどうだったあの教科マジお日しえお前らこんなに仲良かったっけって前の席の時にさオタクくんにめっちゃ助けられたからさ私はオタクくんの指定いや射程っていうのかなまあそんな感じの立場なんだよねってちょっとそんなに引くなっての <laughs> なあおたくくんもなんか言ってやんなよあいつらおたくくんとああしにあんな態度するなんてマジありえねえよなってどうしたおたくくんあちょっとうんどうしたんだろうえなんだよはそりゃ確かにおたくくんは静かだし 確かにクラスでは地味な方かもしれないけどでもだからっつってオタクくんはそんな風に言う必要はないだろあいや別にそういう変な関係ではないけどさただあシにはオタクくんに助けてもらった恩があるしそれに <laughs> あシにはオタクくんのいいとこたくさん知ってるからったく ちょっとオタクくん探してくるたくもうどこ行ったんだよあいつあいたねえちょっとごめん私も急に話しかけちゃったから困らせちゃったよねううんあんた別になんも悪くないじゃんむしろ 私の友達がああいうことを平気で言う人だったっていうことにちょっとがっかりはえねえ何で話しかけちゃいけないことになるのだだって私あんたと一緒に喋れて楽しかったしそれにあんた本当はかっこいいとこいっぱい持ってんじゃん。 私は知ってもらいたいんだよ。あんたのそういうとことかクラスのみんなに俺のこと好きなのかよってそうだよ好きだよ悪い私はどんなに地味であろうがあんたのことは好きなのそりゃだって前の席替えの時に隣の席で あんだけ話してたらそりゃ好きになっちゃうよなんでわかんないかなどこにそんな要素があったのかってテストの時私が消しゴム落としたら何も言わずに自分の消しゴム渡してくれたじゃんそれだけのことかよってそうだよ悪いもう それに面白かった漫画内緒で貸してくれるしあと笑った時とかたまに可愛いしいや全部可愛いんだけどさとにかくそういうことだから私あんたにガンガン話しかけに行くからねだからこれからも覚悟しておいてよねうん安心して 私はあんたのことあんたが思ってるより大好きだから。